席ついてますよ。はい。席ついてますか。着席してます。着席してますか。はい、なんか食べたい時にパッと食べたいんだけど、でも手間惜しみたくないんだけど、ちょっとお手軽がいいな。そうですね。っていうことあるよね。うん、暑いですしね、今ね。暑いしね。で、おうち時間が長いと言っても、じゃあご飯食べる時にそんな時間かけられるかっていうと、そんなに意外とかけられないような心持ちだったりする時もあると。そんな時に食べたいものってなんだろうね。うん、僕ピザトーストがすごい好きで、あれって俺自分でいろいろいじれるじゃないですか。そうですね。トッピングとかできるでしょ、で簡単でしょ、はい、で焼いて食べればいいじゃない。だけど意外と一人で食べると野菜切ったりとかするっていうのがそんなたくさんいらないからさ、ピーマンとか、なんかこう中途半端な感じで使うのが嫌だなーなんて、パッと食べられたらいいなと思うんだけど、冷凍ピザトーストって即席感ある？でもワンタッチというか一手間ということで即席でいいのではないでしょうか。即席って一手間が即席だよね。即席の定義ってあるんですかね。おはようございます。9時になりまして、今日8月25日火曜日でございます。火曜日ハッピーパンチのお相手は昨日に引き続いて僕が旅と大島千穂です。今日もなんか暑そうなんですけど、 でもなんか風がちょっと爽やかに感じないでもないから、やっぱり今日も、多分、ダイレクトに直射日光で長時間はちょっときついと思うんですけど、はい、木陰とかだったらなんか涼しいのかなと思いながら来たんですけどね、なんかやっぱり風の当たりが柔らかいような感じが今日もさらにしますけど、はい、今日もきっと暑くなるんですよね。暑さ対策しながらですねお過ごしいただきたいと思いますけども、8月25日火曜日、今日もなんかまあ普通だったらまだまだ世の中こう学生さん の世代でいうと夏休みなんでしょうけど、朝の高校生なんかもたくさん通学してて、やっぱちょっとこう前倒し後ろ倒しみたいな感じでね。そうですね。まあ暑いのに大変だななんて思いながら見てましたけれども、さて今日のハッピーパンチはあったらいいなこんな即席ということで、なんか即席っていうのもこういろいろこう今多種多様だと思うんで、はい、一手間かけりゃ食べられるぜっていうそういうことなんでしょうけどね。メールの方ぜひこちらの方までお寄せいただきたいと思います。化粧箱も黒くて、すごいかっこいいね。かっこいい。大田納豆っていうちょっと贅沢、プチ贅沢した気分でしたね。この山形が秘伝っていうお豆ですね。です、はい、で茨城が実家っていうんですかね、はい、これね実家、はい、そうですね。それぞれ持ってきていただいたんですが、早速開けていいでしょうか。はい、こっちはどっちかな。どっちかな。あ、お豆が大きい。大きい方は山形の秘伝ですね。これお塩ですね。そうですね。でお塩はね、長崎の藻塩を、日形食品の方では選んでチョイスしているみたいで、でまあ醤油は食べ慣れてるから、とりあえずお塩がいいんじゃないかなと思って、僕はお塩を選んでしまったんですけど、でもまあ醤油が良ければお醤油で。これだから一応その双方の納豆をお塩でも食べてみてもらいたくて、でおよび今日いろいろこうねまた違うトッピングがあるんで、それもなんか利用するみたいですけど、そちらが剥がしていいです。はい、本当に大きいですねお豆。で山形の秘伝の方は、ちょっとこうまだ大豆感が残ってる感じで、そうですね、色もね確かに、緑色っぽい部分がすごいこうフレッシュな感じが残ってますよね。はい、で、いわゆるこう見た感じ普通の納豆っぽく見える方は実家っていう茨城県産の納豆みたいですね。結構ちょっとオレンジがかったような、そうですね、王道、綺麗なお豆ですね。非常に王道な、はい、はい、糸を引いております。なかなか納豆ってこうね、買って食べるのが普通なんで、なんか自分の好きな大豆でこういう風に食べたいっていうわがままが効くっていうのはなかなかないから、このお塩を以前電話インタビューを一緒にしたじゃないですか、はいはい、その時に藻塩って大きいからなかなかいいものが見つからなかったって言ってましたよね。だからこの長崎の藻塩結構見ると細かいですもんね。さてさて、お塩を両方に入れて、私納豆を塩で食べるの初めてです。多分ねやっぱりこうシンプルな味が分かると思うんですよね、納豆のね。じゃあほぼ
だって塩味しかつけないわけだから双方かき混ぜていきましょう、うんね、大きいよね。大きい山形県産大粒納豆秘伝。うわー、さあこんな感じでしょうか。じゃあ克美さんご飯ください。はい、はい、今日はご飯でいただくということになっていました、はい、まあ、ご飯も美味しそうですね。そうですね。でさてこれってあのこの納豆かき混ぜる一手間っていうのはこれいいんだよね。なんか、うん、これは朝っぽいよね。即席ですかね。どうですか。まあまあ即席に近いものがちょっとあるんじゃないですか、ね。うんうん、ね、タンパク質ですからね、うん、茨城の実家の方も、それもハーフ&ハーフで混ぜてかけちゃいましょう。これパックとしても一パックとしてもまあ普通の大きさですかね。なんか大きいような気もするんだけど、大きい気がしますね。パックそのものがね、ちょっとこう平たくていいですね、うん。これはどっちからいただきますか、克美さん。私ですか。ちょっとじゃあ山形からいきますか。いきましょう、いただきましょう。いただきましょう。ご飯と一緒にいただきます。いただきます。香りはね、まあ納豆なんですよね、うんうん、当たり前に納豆なんですけど、本当にお豆が大きいですね。うん、うん、うん、柔らかい。柔らかいね、うん、柔らかくて豆豆の味がすごい濃厚にくるよね。香りますね、うん、美味しい。まあ、これご飯に納豆っても史上最強だからね。これこちらは結構噛み応えがありますね。そうね、うんうんうん、小粒だけと噛み応えありますよね。大粒の方は逆に柔らかいから食べやすいんだよね、うん、お塩が後からきますかね、うんうん、美味しい。はい、そしてさらにですね、うん、今日はアレンジも加えて、はい、いただいてみたいなと思うんですが、はい、私は今日なめたけを持ってきました。出ました、なめたけ。とりあえずなめたけ開かないとりあえずとりあえずなめたけ、 ありがとうございます。とりあえずなめたけ、ね、いいかな、入れちゃいますね。あ、なんかもったいない気もするんですけど、これ僕ね夏とかにね、うん、あの梅干しのね果肉を入れてね梅納豆にもしたりする。それは間違いないですよ。さ、ご飯をください。はい、はい、これは茨城県産の納豆になめたけを入れました。なるほど、これはよくチーボーよくやる手。いや私も初めて。あ、そうなんだ。今日やってみたらどうなのかと思って、なるほどね、うん、実験的に持ってきました。いただきます。うん、本当、うん、うん、とっても合いますね、うん、まあなんか納豆にダイレクトになめたけ入れるだけで、うんうん、まあ味つくんじゃないかな、これ普通に。これは美味しい、うん、お気に入りになりました、うん、もう一口食べちゃおう、はい、お気に入りになりましたお気に入りになりました、うんうんうん、そしてもう一品ですね、うん、プロデューサーがアレンジ納豆を作ってきてくださったんですよ。何が入ってんですか、それは。これは何ですかね、白菜かな。白菜、これは何ですか。白菜の漬物、漬物が入ってるんだね、うんうんうん、へえ、じゃあ一緒にかけていただいてみましょう、はいはい、これはプロデューサーが持ってきてくれた、はい、納豆ですね。納豆ですね。でもなんかボブピー家でもボブピーしか食べないっていう。お、じゃあこれは賛否が分かれるということでしょうかね。どうだろうな、うん、白菜自体は好きだけど、いや、おいしいじゃないですか、これ歯ごたえがね。どれどれ、いただきます。あのお漬物の歯ごたえが加わってね、別にこれは子供もでも食べれる、うん、ご飯ありなしで食べれるんだ、うんうん、これは。あの納豆自体の個性がこんなに強いのに、うん、何が来ても意外とあの勝ち負け関係なくどっちかって言ったら納豆が強いんだけど、はい、でもそのトッピングが生きますね。なんか和んじゃいました。普通にご飯食べてる時間みたいな納豆ってこの食べながらこう糸を巻き巻きしたりとかして食べる、これがまたいいんだな、うん、これね。あ、納豆仲間の、あ、これ美味しいじゃないですか、うん、美味しい点々ね、はい、というわけでございまして、はい、はい、止まらない、お箸が止まらない、やばいね、やばいね、これ、うん、ちょっと今日やばいね、やばいですね、ちょっと、ね、はい、はい、というわけでございまして、以上、うん、チーボーですよでした。